どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、まあなんかちょっと苦手な人が多い、世界の気候のね、まとめというのをね、やっていきたいと思います。で、まあ早速なんですけど、まあ、まず気候帯ね、気候帯って全部で5つありました。ね、まあまず、この赤道付近のね、熱帯とね、で、熱帯の次にね、広がっているのが、砂漠とかが多い乾燥帯。で、まあ日本とかみたいな温帯ね。で、ロシアとかカナダの冷帯ね。で、まあ北極とかね、南極周辺の寒帯という5つがありましたよ。で、まあここにね、まあこれ赤道で、まあこっち行けば行くほど北極、こっち行けば行くほど南極ってね、まあこれ、緯度が低い、緯度が高くなる、緯度が低い、緯度が高くなるとね、まあ、どういう感じで大まかにね、気候帯が出てくるかっていうのをね、ここで見ていくと、まずこの赤道の真下、赤道の真下が、まあ、大体熱帯になりますね、熱帯。そしてこの赤道のね、この周辺っていうかな、この赤道、この熱帯の下とかね、下っていうか南側、熱帯の、北側ですね、に広がるのが、まあ、砂漠とかのね、乾燥帯が来ますよとね。熱帯の、まあ、北と南には、雨がね、あまり降らない乾燥帯が来ると。で、その次、ね、この乾燥帯のね、さらにこの下側っていうか南側と北側にあるのが、まあ我々が住む温帯ですね。温帯。温帯が来て、で、まあ南半球側はね、ちょうどまあ陸地があんまりないので、ないんですけど、北半球側はこのね、温帯のさらに北側に、まあ、ロシアとかね、カナダ、まあ、そういう、まあ、冷帯ってね、呼ばれる気候帯があるとね。で、まあ、それよりももっと北側ね、もっと南側にそれぞれ、まあ、北極周辺とか、南極周辺に、寒帯がありますよとね、まあ、こういう風な感じになってますね。で、なんで、まあ、まず赤道直下が熱帯ね。で、その上下に、乾燥帯。で、さらに、その上下に温帯ね。で、北半球の場合は冷帯があって寒帯ね。南半球の場合は、寒帯が来るよと。まあ、こういう風なね、大まかにね、並びになっているので、まずね、これを頭に入れておいてください。うん。で、まあ、実際にね、熱帯、乾燥帯、温帯などの、ね、中に入ってるね、気候を細かく見ていきますね。で、もう、まずこの赤道直下で、まあ、一年中雨が降って暑いところね、まあ、ジャングルとかが入ってるところを、熱帯雨林気候とね、言いますよ、と。で、まあ、もうちょっとね、そのね、赤道直下じゃない、赤道の周辺のね、気候のことを、サバナ気候ね。で、この違いは何かっていうと、まあ、赤道直下の、ね、熱帯雨林は一年中雨が降ってるんですけど、サバナ気候は雨季と寒季に雨がたくさん降る、季節と、あんまり雨が、ね、降らない、乾燥してる、季節の、まあね、こう2パターンがあるよという違いがありますね。で、まあ、サバナ気候っていうのは、まあ、竹の長い、ね、草とかが生えてるよと。で、次、乾燥帯。まあ、まずね、砂漠気候。まあ、ほとんども雨が降らない、ね、オアシスぐらいしか、植物が生えていないような、砂漠気候。雨が降らない。で、もう一つが、このね、少しだけ雨が降って、まあ、短い草、まあ、ステップって言うんですけど、が生えてるような気候が、ステップ気候。と言いますよ。ね。なんで、乾燥帯にも、ね、砂漠気候とステップ気候がある。で、次が、温帯ですね。まあ、温帯ちょっと3つあって、まあ、まずこの夏高温で乾燥してる。冬温暖で、まあね、比較的夏よりも雨が降る。夏乾燥してて冬雨が降る。この温帯の気候のことを、地中海性気候と言います。まあ、イメージとしては、まあ、地中海周辺のね、まあ、例えばギリシャとかイタリアとかスペインとかね、あの辺あたりの気候が地中海性気候になりますよ、とね。なんでこうね、乾燥にね、暑くて乾燥に強いようなオリーブとかね、そういうのが作られてるよ、地中海性気候。で、
次はね、こう西ヨーロッパ、まあ、フランスとかね、イギリスとかね、その辺に多い気候が、西岸海洋性気候、西岸まあ、海洋性気候ね。まあ、特徴としては、夏はね、涼しくて、冬も暖かい。まあ、夏と冬のね、まあ、気温差があんまりないよ、ね。だから夏でもあんまり高温にならない、暑くならないし、まあ、冬でもそんなにね、低温にならない。比較的暖かいよ、とね。で、まあ、これイギリスとかね、フランスとかね、本当は緯度が高いね、ところなのに、あんまり寒くなくて、温帯ですよ、とね。で、それがなんでですかっていうのがね、ちょっと出てくるので、簡単に説明しておくと、まあ、ここがね、西ヨーロッパだとしますね。で、この西ヨーロッパの近くには、北大西洋海流っていう、まあ、暖流ね。暖流が流れてますよ、ね。で、暖流なんで、ね、この暖かい海なんで、その上は暖かい空気、ね、空気が温められてるよ。で、そこに、偏西風っていう風が、ね、一年中、西から東に向けて、吹きつけてますよとね。なのでこのね、北大西洋海流という暖流で温められた空気を、ね、一年中こうね、ヨーロッパの西側に届けている、ね、なんで、西ヨーロッパは暖かい、まあ、こういう風な感じで、まあ、西岸海洋性気候ね、西ヨーロッパ西岸海洋性気候で夏涼しくて冬も暖かいですよという感じですね。で、あともう一つね、まあ、我々日本人が住んでるのが、温暖湿潤気候ですね。温暖、温暖湿潤気候ね。まあ、温暖湿潤気候はそこに書いてある通りなんですけど、まず季節ね、春夏秋冬、四季があるね。で、まあ、大体ね、日本のね、一般的な季節っていうかね、夏とか冬を考えてもらうと、まあ、夏は暑いね、高温で多湿ね、雨が多くてジメジメしてる。冬は低温、まあ気温が低くなって、まあ乾燥してるよとね。まあこの季節風ね、モンスーンって言いますけど、季節風の影響を強く受けてますよとね。なんで温帯も大きく地中海性気候、ね、西岸海洋性気候、温暖湿潤気候ってね、3つがありますよとね。特に地中海性気候は、ちょっと日本とね、日本のようなこの温暖湿潤と違って、夏に乾燥してて、冬にまあ、ね、比較的雨が降るよっていうね、特徴があるので気をつけておいてくださいね。で、あとはまあ、冷帯。まあ、冷帯も冷帯っていうので、別にね、こういうふうに細かい気候区分はなくて、まあ、主にさっきから言ってるように、ロシアやカナダが冷帯の国になりますね。で、まあ、針葉樹林ね、まあ、葉が、なんだろう、尖ってるね、針みたいな、まあ、松とかね、そういうふうな針葉樹林が、生えてる。まあ、そういうふうな針葉樹林のことを、大河というふうに言いました、とね。で、あとは、ま、最後に、ま、一応ね、まあ、これ書いてなかったんですけど、寒帯ね。まあ、北極とか南極の周辺の寒帯。まあ、この寒帯もね、大きく二つ、気候をね、分けることができます。一つが、氷雪気候。で、もう一つが、スンドラ気候。まあ、氷雪気候はもうね、ずっとこう氷河に覆われてて、一年通してね、氷河に覆われてて、まあ、植物がね、育たないのが氷雪気候。ね。一方、こう、ツンダラ気候っていうのは、少しね、夏、短い夏があって、その夏の間だけ、夏の間に、氷が溶けて、苔類、ね。苔類が、入る、ね。それがこのツンドラ気候になりますよ。ね。まあ、なのでちょっとここでは、収まらなかったり書かなかったんですけど、寒帯にもね、氷雪気候、ツンドラ気候っていうね、気候のね、区分があるので、まあ、これもね、余裕があったら覚えておいてくださいね。まあ、これがね、異常になります。まあ、まずこのね、5つの気候帯のこの配置ですね。こう地球上の大まかな配置。これはね、しっかり頭に入れておくということと、まあ、このね、この細かいこの気候名ですね。特にこう熱帯、乾燥帯、温帯ね、これまあ、熱帯雨林とサバナーとね、砂漠とステップと。で、特に温帯はね、地中海性、西岸海洋性、温暖湿潤って、まあ、ちょっとね、3つあるのでね、この気候名までね、詳しくね、覚えておくといいかなと思います。では今回ね、これで終わりたいと思います。どうも、ありがとうございました。